これは中国も泡吹いて倒れそうです。さて、今回は中国が恐怖する日本の戦力たちをご紹介します。今日本ではとんでもないものが誕生しようとしているようですよ。中国軍に対抗する自衛隊の5大兵器、そして6つ目はお送りします。日本は今中国の脅威にさらされています。侵略を抑止するためにも戦う準備をしなければなりません。中国は軍事力と世界第2位の経済力を武器に、国内の少数民族への弾圧はエスカレート、周辺諸国とは領土問題も抱えてます。そんな悪の帝国の脅威に備えて自衛隊は準備をしています。その備えはまだまだパーフェクトとは言えませんが、実は日本には中国が恐れる武器があります。というわけで今回はそんな心強い日本の兵器を紹介していきます。潜水艦。さて、まず一つ目は双竜型対鯨型潜水艦です。双竜型潜水艦は通常動力型潜水艦の中では世界トップクラスの性能を持つと言われています。2009年から海上自衛隊に配備されて、2021年までに12隻建造されました。原子力推進ではないものの、スターリング大気依存推進システムが4つあって、通常のディーゼル潜水艦より長く海中に戻ることができます。しかも、潜航可能深度が他国の潜水艦よりも深いのです。双竜型潜水艦は、合計20発の8級式魚雷と、アメリカ製の対艦ミサイルハープーンを装備しています。さらに、探査能力が非常に高いです。潜水艦というのは、酸素の補充に浅い深度まで浮上をしなくてはなりませんが、双竜型潜水艦の場合は、液体窒素と高燃費のエンジンがあるので、最長で2週間くらい潜水が可能なんです。通常は数日しか潜水できないことを考えると、これは大きな違いですね。他の潜水艦とは比較にならないほど、長期間、敵に発見されずに潜水任務を行うことができるわけです。さらに、双竜型は情報共有化技術も進んでいます。双竜型潜水艦は、SLI、機関信号伝送装置があって、艦内と司令部間の情報共有化が可能になっています。敵基地攻撃能力の保持が実現すれば、巡航ミサイル搭載の可能性もあり得るでしょう。ぜひとも実現させてほしいです。やられると分かっているのに黙っていたらどうなるか、世界を見れば一目瞭然です。何より、国民、自衛官の命が大切です。さて、次級の対鯨型は、さらにすごいです。対鯨型は、潜水艦魚雷防御システム、DCM や、最新型のソナーを搭載し、水中目標への探索追跡能力が大幅にアップしています。また、魚雷は、遠くの敵を探知して、目標の大きさや形、おとりかどうかを認識できて、静かに忍び寄る1発式魚雷を装備しています。間違いなく、世界最高峰の潜水艦と言えるでしょうね。F-15J 戦闘機。二つ目は、空自の顔の F-15J 戦闘機です。航空自衛隊の F-15J 戦闘機は、アメリカ製の戦闘機、F-15 イーグルの日本版です。1977年12月に正式採用が決まって、1981年12月7日に運用が開始されています。空自の保有数は、短座型の F-15J は165機、複座型の F-15DJ は48機の合計213機が製造されています。この機数は、開発国のアメリカに次ぐ保有数です。運用開始から40年以上経っていますが、能力的に、最も均衡が取れたトップクラスの戦闘機である上に、F-15 は現在に至るまで、空中戦においては、一度も敵戦闘機に撃墜されたことがないという伝説があります。さらに、航空自衛隊の F-15 は、AAM-5 赤外線ホーミングミサイルを装備していて、これを補完する中距離空対空ミサイルのアクティブフェーズドアレイレーダーシーカーを備えていますが、これは、中国軍では保有していません。アクティブフェーズドアレイレーダーミサイルは、レーダー誘導ミサイルのロックオンを大きく向上させており、それが F-15 の優位性を保っています。また、アメリカ以外で F-15J を採用している国は、
日本の他には、サウジアラビア、イスラエルのみと少なく、アメリカと親密な関係で、防衛上、リスクのない国だけとなっています。アタゴ型護衛艦、マヤ型護衛艦。さて、三つ目は、アタゴ型護衛艦と、自給のマヤ型です。両艦は、イージスシステムで、弾道ミサイルや航空機を撃墜する強力な護衛艦です。イージスシステムとは、アメリカで開発された艦載武器システムで、アメリカ海軍が、防空戦闘を重視して開発したものです。高度な性能を持つ、レーダーとコンピューター、対空ミサイルが連携して制御し、同時に、100以上の目標を捕捉し、10以上の目標を同時に迎撃する装備です。アタゴ型護衛艦に装備されている VLS の MK41 垂直発射システムは、SM2 艦対空ミサイル、SM3 弾道ミサイル迎撃ミサイル、アスロック対戦ロケットが搭載可能です。対艦用の兵器では、アメリカが保有するハープーンとほぼ同じ、90式艦対艦誘導弾 SSM-1B を搭載。対戦用に SH-60 シーホークヘリ、甲板に取り付けられた3連装魚雷発射艦、その他は、5インチ砲1機とファランクス中式近接防空システム2機を搭載しています。海上自衛隊は、混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の8隻のイージス艦を保有しています。ちなみに、最新のイージス艦は、マヤ型2番艦のハグロです。日本が、こんなに素晴らしい護衛艦や潜水艦を増やしていくと中国としては嫌でしょうね。どんどん増やせ。と思いますが、艦だけがあっても、動かせる乗組員がいないと意味がありません。それと、燃料や弾薬といった必要物資の備蓄です。ちなみに、中国メディアは、マヤ型のことを、火力が最強で、性能が最も優れた護衛艦で、世界で最先端のイージス艦で、その装備や作戦能力は、アタゴ型をさらにバージョンアップさせていると伝えています。出雲型護衛艦。四つ目は出雲型多目的護衛艦です。出雲型といえば、戦後日本が建造した最大の艦艇です。ヘリコプター駆逐艦、もしくはヘリ空母と呼ばれていますが、正式には、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH という分類になります。出雲型は、格納庫とフルレングスの飛行甲板を備えており、ヘリを最大で14機も運用することが可能です。出雲型多目的護衛艦は、SH-60 対戦ヘリを搭載し、広大な海域にいる潜水艦を一掃できると言われています。2020年9月30日、翌年度の防衛予算概算要求が発表された中で、出雲型2番艦加賀に F-35B ステルス戦闘機を搭載するため、艦首の形状を四角形に変更することになり、空母化することとなりました。空母保有は海上自衛隊の悲願でもありましたからね。しかし、注意点があります。出雲型を改造しても、搭載できる機数は20機ほどと言われています。アメリカや中国のように、多数の戦闘機を搭載というわけにはいかない上に、空母単体では弱いということも忘れてはなりません。何しろ、空母は目立ちます。敵からは真っ先に狙われるでしょう。加えて、搭載している武器は、いわば、時間を守るためのものであって、敵艦を攻撃するためのものではありません。だから、空母を護衛する護衛艦が数隻必要となります。護衛する護衛艦って、言い方がややこしいですけどね。自衛隊を国軍化して、駆逐艦とか巡洋艦、という分類にすれば解決すると思いますが、アメリカ軍。さて、五つ目は、実は兵器ではありません。では、何かというと、アメリカ軍です。日本とアメリカの間での相互協力、及び、安全保障条約は、日本が、日本を支持している世界最強の軍隊を持っていることになります。ただ、アフガニスタンやウクライナのことがあって、ちょっと不安ではありますね。日本は、アメリカに全面的に頼るのではなく、自分の国は、自分で守るっていう体制が必要です。その上でアメリカもいてくれたら心強いですけどね。もし、米軍が撤退するときは、日本で、また、問題や議論が湧き起こるでしょうね。撤退した後、周辺国が、どういう行動に出てくるのか、考えただけでも恐ろしいです。が、着々と、自分の国は、自分で守る準備を進めていくしかありません。
自ら戦わない国は、どこも助けてくれませんからね。待って。まだ、防衛の準備ができてないよ。と言っても、通じるはずがありません。中国なら、よし来た。とばかり、ウッキウキで侵略してくるでしょう。六つ目の兵器。さて、六つ目は、持っているというわけではなく、欲しい兵器です。それは、核兵器です。そんなものを持つな。危ないだろ。と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあちょっと待ってください。核兵器というのは、言うまでもなく、2022年現在、地球上で、最も破壊力のある兵器です。一発で広範囲を破壊することができますからね。一見、そんな危険すぎる兵器を持つなんて、無の骨頂だ。と考えてしまいがちですが、よく考えてください。そんな危険すぎる武器を持つ国に侵略してやろうと思う国はいるでしょうか？まずいませんよね。あの国を侵略して、領土も資源も奪いたい。だけど、核を持ってるから、反撃されたら、うちもただじゃ済まない。と考えて、手を出さなくなるはずです。核武装に賛成する皆さんは、この、最大の抑止力を保持する目的で、核兵器の保有や、アメリカとの核シェアリングをすべきだと主張しているのです。一番いいのは、日本が独自で開発、保有することですけどね。単元型を改造して、日本周辺の海を長期間、有力できるようにして、核弾頭は、潜水艦搭載型の弾道ミサイルに搭載するのがいいでしょう。静粛性が高い潜水艦が、さらに核弾頭を搭載したミサイルを発射できるようになれば、日本の抑止力は飛躍的に強化されます。ウクライナは核兵器を持っていないが、故に侵攻されました。日本は、この事実としっかり向き合い、攻め込まれないための核の議論や軍備増強をするべきだと思います。さて、以上日本が誇る兵器たちを紹介してきましたが、海外では、どんな反応があったんでしょうか？国内の反応と合わせてご覧ください。海外の反応。中国は、日本のことを見ていないで、経済的繁栄を謳歌していればよいのに。中国は、日本には少しもかなわない。日本の再武装を中国は心配した方がいい。日本軍は、簡単に、共産主義の中国軍を破壊できる。日本は、たくさんのミサイルが必要だ。日本は、6ヶ月以内に核兵器を製造する原料と手段がある。核兵器運搬システムはすでにある。中国の作るすべてのものに、多くの欠陥がある。倒すのに、そんなに手間はかからない。日本は、中国を利用して再武装しているが、彼らには、中国以外の他の動機がある。日本人は、潜水艦のいくつかを台湾人に売るべきだ。よくやった日本人。日本の米海軍で11年を過ごしたけど、美しい国と人々が大好きだ。彼らの潜水艦技術は、米国と中国のものより優れている。やってやれ、日本。国内ネットの反応。どんな良い戦闘機、軍艦、武器を持ったって、行動できなきゃ抑止力にしかならない。国を守る自衛隊員さんの生命を守るためにも、早急の憲法改正を。遅すぎるくらいだ。海上自衛隊の潜水艦桟橋は一般人でも近くまで近づけるし、少し小高い丘から対艦ミサイルで撃たれそうなところにあるのは、本当に何とかしてほしい。正面装備はだいぶ充実してきたと思うんだけど、継戦能力が弱いので、充実を図ってほしいね。それと、スパイ防止法の整備、その上でファイブアイズに加盟すればかなり良くなる。できれば、ドイツ同様米軍の核シェアができれば最良ですね。沖縄に住んでますが、肌で中国の進出を感じます。メディア、新聞は米軍を批判し、自民党を批判し、自衛隊を批判します。一部ですが、沖縄の人も、米軍基地の前でデモ活動をしてます。中国の台湾侵攻が現実味を帯びてきた今、沖縄も戦争に巻き込まれるのは確実だと思ってますが、抑止力があれば、簡単に、日本とことを交えないと思いますので、抑止力の保有に賛成です。中国、ロシアへの切り札になる？防衛省がレールガン開発に本腰をお送りします。
火薬を使わず、電磁力によって、超高速、長射程の弾を連続発射できる兵器、レールガン、電磁砲。当チャンネルでも以前取り上げた話題ですが、SF やアニメの産物だったこの新兵器の研究、開発に、防衛省が、いよいよ本腰を入れるとのことです。今回は、このレールガン開発の現状と、今後について、Yahoo ニュースの記事とコメントをご紹介しながら、解説していきたいと思います。まず、Yahoo ニュース掲載、1月3日毎日新聞配信の記事からご紹介したいと思います。レールガン開発について、政府は、2022年度当初予算案に65億円を計上。迎撃が難しい極超音速兵器の開発を進める中国や北朝鮮に対抗して、新たな防空手段として実用化を目指すが、果たして、いやー、ようやくって感じですね。ただ、65億円で足りるのかというところは若干心配かも。レールガンでなら倒せるかも。マッハ7で撃てる。登場人物のこの言葉の後、海に浮かぶ米国のミサイル駆逐艦に搭載されたレールガンから超高速の弾が撃たれ、ピラミッドを壊す巨大な敵を撃ち抜いた。SF アクション映画トランスフォーマーリベンジの終盤の一幕だ。レールガンは導電性のある素材で作られた2本のレールの間に同じく導電性のある弾を挟み、大量の電流を流して磁場を発生させる。それが弾の推進力になる仕組みだ。ここでもう少し詳しくレールガンの仕組みを補足して解説しておきましょう。一般にガンというと拳銃や小銃、機関銃、大きなものであれば戦艦の主砲などを指しますよね。これらガンの共通点は、いずれも装薬と呼ばれる一種の火薬を燃焼させて発生した燃焼ガスのエネルギーによって弾を撃ち出すことです。一方、レールガンは、装薬の代わりに電磁力を使います。導電性を持つ素材で作られた2本のレールを方針として、その2本のレールの間に弾を挟んで接触させます。その状態で、大電流の電力を送り込むと、磁場の相互作用によって、レールと弾の接触部分で弾を推進する力が発生するんです。レールガンと従来の火砲との大きな違いは、速度と射程。レールガンは、火砲に比べ、圧倒的に高速、長射程が可能となります。どれくらいなのかというと、レールガンが打ち出す弾体の速度はマッハ5以上と言われており、攻撃可能範囲は 200km 以上。マッハ5とは、時速 6170km、音速の5倍を指し、極、超音速、スーパーソニックと言われる速度です。超高速で打ち出される分、弾の威力も桁違いにアップ。攻撃目標に命中すると、大きな衝撃力が発生し、相手に極めて甚大な被害を与えることが可能です。ぶつかるだけで、ものすごい威力を発揮するので、弾そのものに爆薬を仕込む必要がありません。そのため、一段一段のコストを大幅に抑えられます。つまり、レールガンなら、敵から反撃される可能性が少ない遠方から、迅速かつ強力な攻撃を低コストで仕掛けられるんです。さて、記事に戻りましょう。過去、あくまで、フィクションの世界の兵器だったレールガン。しかし、防衛省は、16年度補正予算に、電磁加速システムの研究として10億円を盛り込み、試作品の製造を進めてきた。目標とする性能は、戦車砲の秒速約1700メートルを上回る秒速2000メートル、マッハ6程度以上。防衛装備庁によると、試作段階では、秒速2297メートルを記録した。防衛省が、レールガン研究に力を入れるのは、周辺国が、極、超音速兵器を相次いで開発しているためだ。音速の5倍以上の速さで飛行するため、迎撃が難しく、日本のミサイル防衛 MD を突破する可能性もあるとされる。そういえば、昨年、中国は、極、超音速兵器の発射実験をやってましたね。しかも、標的に近接した地点に着弾していたということが、
日米両政府の分析で判明したそうです。これまで、標的から約40キロ離れた地点に着弾したとされていましたが、中国の精密誘導技術の向上で、脅威レベルが高まっています。残念ながら、日本の兵器開発は、やっぱり周回遅れになってしまっているようです。米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は、21年10月の米メディアのインタビューで、中国が、同年夏に、極超音速兵器の発射実験を実施したと指摘。朝鮮中央通信は、同9月、北朝鮮の国防科学院が開発した、極超音速ミサイル火星8の発射実験を報じた。ロシアは、19年末、極超音速ミサイルシステム、アバンガルドを実戦配備している。防衛装備庁によると、開発で先行してきた米国の研究では、レールガンの弾丸は、約100から180キロの距離を飛行するとされる。戦艦ヤマトの46センチ砲なら、最大射程は42キロ程度で、レールガンはミサイル並みの長射程だ。連射も可能で、大量のミサイル攻撃にも対処できる。第一、対艦、対空すべてで活用が見込め、軍事的なゲームチェンジャーになるとの見方もある。なるほど、ここは日本の技術力を信用したいところです。残念ながら、アメリカの方はレールガンの研究を止めちゃったみたいですけどね。米国は研究中止、省内でも懸念。実際の開発となると課題は多い。装備庁によると、先行していた米国は、すでに研究を中止した。効果が、ミサイルなどと大きく変わらず、コストに見合わないと判断したとみられる。日本政府関係者は、通常弾頭へ舵を切った米国を頼りにはできない。日本が、開発の先端を行くことになると強調する。また、レールガン発射に必要な電力は、日本の家庭約7000世帯の年間使用量にあたる約25メガワットと膨大で、電源をどう確保するのかは大きな課題だ。発射の際に高熱が発生するため、電車にはレールの摩耗などの損傷も壁となる。防衛省は22年度からエネルギー効率化や高速連射技術の確立へ研究を進め、28年度以降に配備を始めたいとしている。だが、省内にはきちんと作動するかはわからない。超高速で動く物体にちゃんと当てられるのか、と、懸念の声も出ている。まあ、懸念材料は当然あるでしょうね。ただ、何をするにしてもそれはあると思いますし、こういった最先端技術は、試行錯誤の上で開花するものだと思います。すぐに実用化されるわけではないにしても、日本は、積極的に研究、開発を進めていくべきだと思います。さて、ここで、この記事に対するコメントを見てみましょう。国内ネットの反応。この記事では、アメリカはレールガン研究中止とありますが、つい最近に、議会が予算を復活させてしまいました。ただし予算額は少なく、本格的に完全復活するかどうかは疑問があります。なお、日本のレールガンは、対空の他に、対艦や対地も考えられています。防衛省のイメージ絵では、レールガンの砲弾は爆発しない鉄鋼弾で、対空では、直撃方式、対艦でも、敵艦の船体を貫き通して穴だらけにする方式です。対地では、どうするのかまだ不明ですが、砲弾の中に、多数の非爆発性鼓弾を内蔵し、目標直前でばらまく、散弾方式になる可能性があります。65億で実現可能な研究が進むんだろうか。本腰と言って、この程度の予算ってのが、現在の日本のあり方なのか。レールガンが7000世帯の年間消費電力量を使うわけないでしょ。1世帯の年間消費電力量は、平均で約 4000kW、15GJ です。7000世帯で 100TJ になります。一方、レールガンの運動エネルギーは数十メガジュール程度です。エネルギー効率が 0.0001% なんてことはないでしょう。どう考えてもありえない数字です。
瞬間の消費電力と一定期間の消費電力量を混同していますね。ニュースで誤用するとみんなに間違った知識が広まるので、すぐ直してほしいです。極超音速兵器と飽和攻撃の無効化が専守防衛には必須。なんとか技術の壁を乗り越えてほしい。レールガンに必要な電力が足りないと思わされそうな記事の書き方だけど、実際のところ護衛艦に搭載されているガスタービンエンジンを発電機として転用したら簡単に実現できる。まあ逆に言えば、レールガン1門を搭載するために軍艦のエンジンレベルの代物はセットで必要ですよということだけど、やってみなほれ。やる前から先の見える研究はない。やってから新しい景色が見えることが多くあります。ハヤブサの4エンジンもアメリカの NASA は諦めたが、日本の研究者が地道に研究し完成に至ったケースがあります。予算が少ないのは否めませんが、まずは行動を起こすことが大切です。防衛省、レールガン2028年度以降から配備開始したいとしている。急ピッチだけど米国を頼りにできないという判断は正しいと思う。25メガワットを瞬時に解放できる装置を数台配備するのと、命中するかわからない極音速迎撃ミサイルを多数在庫保有と管理するのと、どちらが安いか。電気を貯めて放電する技術は産業のためにもなります。学閥による開発否定派から防衛省は距離を置いたのでしょう。平和論者を謳う否定派は共産国の息がかかってます。推進派は平和利用の分野でこっそり研究が進んでいるものと思われます。衝撃、日本はあの兵器を隠し持っていた？をお送りします。日本は核兵器を開発している？香港メディア亜洲週刊が、日本が中国に対抗して秘密裏に核兵器開発を計画していると報じました。記事によると、日本は核兵器を製造する能力をすでに獲得しているそうです。一体どういうことなんでしょう。記事は三菱重工業や日立製作所、東芝といった日本の大企業は全て原子力分野での高度な技術や知識を獲得しており、他の中小企業と協力すれば核兵器を開発できると推測しています。そして日本が40トン以上のプルトニウムを保有していることも理由として挙げられていました。日本がその気になれば、このプルトニウムを使って核兵器を製造するのだそうです。この記事は尖閣諸島問題など日中の対立が激化していることにも触れています。その関連事項として、中国が開発した対艦弾道ミサイル DF-21D が演習においてアメリカ空母を模した標的を破壊したとも言及。中国の A2AD 戦略は完成しつつあり、日本は通常兵器では中国に対抗できないと述べています。結論として、強大な中国に対抗するために日本は核兵器開発を計画していると指摘しました。このニュースについて海外の掲示板では多数のコメントが見受けられました。海外の人々はどう考えているんでしょうか。その反応の一部をご紹介します。海外の反応。これは怖いことではある。だけど驚きはしないね。北の脅威、そして中国が軍事力を誇示している現状を考えれば。俺も日本のことが本当に好きだ。あの国、そして国民は厳しい時期を過ごし、それに耐えてきた。もし日本がすでに核を持っていないっていうなら、そっちの方が大きな驚きだよ。そしてもし俺が彼らなら、安全保障の面で他国を信用することはない。まあ北朝鮮やイランに持たれるよりはいいな。リポート、日本は密かに核兵器を開発している。このヘッドラインを見た時に笑っちまった。密かにって？秘密裏にか。なるほど、だからこうやって報道されてるわけか。日本が現時点で核を持っていないにしても、彼らはそれを即座に作れるだけの技術と材料がある。俺はアジアの文化などのエキスパートではないけど、おそらく日本は礼儀正しく中国に伝えたんじゃないかな。我々も核を保有している、そして使い方だって知っているって。
日本はプルトニウムを生む原発を持っているんだ。プルトニウムを入手できる国で核兵器を持っていない国なんてないだろう。古い技術なのに今頃作っているだろうなんて推定するのはちょっとバカらしいね。日本人はあんなに賢い民族でもあるわけだし。中国は核兵器を大量に持ってて、北朝鮮の核兵器開発も手伝ってるわけじゃん。それなのに日本が核を持つことに文句言ってんの？日本の保有するプルトニウムは46トン。日本が本当に核兵器を開発できるかについては大いに議論があります。それは日本が実際に核開発を行うには大小様々な問題があるからです。まず原材料であるプルトニウムの問題です。日本が保有しているプルトニウムは2020年末時点で約46トンとなっています。これには使用中の燃料や使用済み燃料に含まれるプルトニウムを計上していません。ざっくり表現すると、まだ使っていないプルトニウムを46トン保有しているということです。しかし、この全量が日本国内にあるわけではありません。46トンのうち、およそ35トンがイギリスとフランスで保管されています。これは日本の電力会社がイギリスやフランスに核燃料の再処理を委託し、そのまま現地で保管されているからです。つまり、国内に保管されているプルトニウムは約9トンとなります。ある報道機関が、40トン以上もプルトニウムを保有している日本は危険だ!といった記事を掲載することがありますが、その全てを自由に使えるわけでもないのです。プルトニウムには兵器級と原子炉級がある。さらに、日本国内にあるプルトニウムも即座に兵器に転用できるものではありません。兵器に使用するためにはプルトニウム239の比率を高くする必要があります。しかし日本が保有するプルトニウムはプルトニウム240の比率が高くなっています。プルトニウム239と240の違いは原子核に含まれる中性子の数が1個違うだけです。しかし核爆弾として使用する際にはプルトニウム240の比率が高いと不完全核爆発という現象が起こり出力が非常に低くなってしまいます。そのため核兵器を製造するためにはプルトニウム239の比率を 93% 以上とする必要があります。これを兵器級プルトニウムと言います。日本が保有しているプルトニウムの比率はどうなのでしょうか。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 JAEA によると、発電用原子炉から得られるプルトニウム239の比率は 60% から 70% だそうです。これではいくら日本国内にプルトニウムが9トンあると言っても核兵器は開発できません。原子炉級でも核兵器は製造可能？しかしそれでも日本は核兵器を開発できるとの意見もあります。原子炉級プルトニウムでも間違いなく製造できると主張するのはアメリカの NGO 団体憂慮する科学者同盟上級研究員のエドウィン・ライマン氏です。ライマン氏は高度な設計技術を有する国家であれば核爆弾に適していない原子炉級プルトニウムであっても十分な破壊力を持つ核兵器は作成可能だと指摘します。さらにバイデン大統領もオバマ政権の副大統領時代に日本は一晩で核を保有できると発言しています。これは中国との核ミサイル問題での協議過程での発言です。外交的ブラフだとは思いますが嘘のような本当の話でバイデン大統領本人がインタビューにおいて明言しています。また1998年にインドが行った2回目の核実験シャクティ作戦では原子炉級プルトニウムを使用した核爆弾が使用されました。使用されたのは出力 0.3 キロトンの低出力な核分裂爆弾に過ぎません。アメリカが弾道ミサイルに搭載している水爆の出力は約500トン。文字通り桁が違います。しかし実験は成功。1998年にインドは原子炉級プルトニウムを使用した核兵器を開発したのです。
20年前のインドができたことを現代の日本ができないとは考えづらいものがあります。ここで海外の意見や客観的事実から離れて日本国内の様子も見てみましょう。日本国内でも日本は核兵器を開発できるとの意見があります。例えば1994年当時の熊谷官房長官は防衛関連企業にオフレコで核製造の可能性を尋ねたそうです。その企業幹部は3ヶ月で作れると返答しました。また、東京工業大学先導原子力研究所の沢田哲夫助教授は、核弾頭を1個だけ作るなら、3ヶ月3億円あれば技術的には可能です、と断言しています。他にも多数の例があります。少し面白いのは、朝日新聞が運営するグローブプラスというネットメディアでも、原発から核兵器は作れる?と題して、日本が核兵器を製造可能だとする意見を紹介していることです。その記事では、長崎大学鈴木達次郎教授の、核兵器を作らないのは意図の問題であって、技術の問題ではない、との発言を掲載しています。もちろんその後は、46トンものプルトニウムを保有している日本を、中国や K国が懸念している、と、お決まりの結論につながるのですが、1969年外務省文書、核開発能力を維持せよ。意図の問題であって技術の問題ではないそうですが、日本政府は50年以上前から核兵器について関心を示していました。意図は十分にあるのです。1969年に外務省内部で作成された我が国の外交政策大綱という文書があります。この文書は2010年に公開されました。この文書では安全保障に関する施策という項目に核兵器に対する言及があり、こう書かれています。当面核兵器は保有しない政策をとるが、核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルは常に保持するとともに、これに対する制中を受けないよう配慮する。経済的技術的ポテンシャルの保持ですので、直接的に核開発能力の保持を目的にはしていません。言い換えれば、いつでも核兵器を開発できるような状態を維持するといったことでしょう。これは今から53年前の文書に過ぎません。また、実際にどれだけポテンシャルの保持を施行していたのか、どれだけ努力していたのかは不明です。しかし現実として、2022年現在の日本は核開発に必要なポテンシャルや素養を保持しています。例えば、核兵器に必要とされる技術の一部はすでに保有しています。イプシロンロケットなどの多層式ロケットや、ハヤブサシリーズで培った大気圏再突入技術などは弾道ミサイルに転用可能です。もちろんそのまま軍事兵器として運用できるわけではありませんが、一から開発を進めるよりは簡単でしょう。また、日本は少量ですが、兵器級プルトニウムを保有しています。お話ししたように、一般的な発電用原子炉では、核兵器に適したプルトニウム239の比率は低くなり、兵器級プルトニウムは得られません。しかし、高速増殖炉である実験炉、常用と研究炉、モンジュの稼働方法は、原発とは異なります。高速増殖炉では、極めて高純度のプルトニウム239を生成できるのです。常用とモンジュで使用されているプルトニウムの総量は約 1.7 トン。このうち80キロ程度が兵器級プルトニウムとなっています。これを抽出し、再加工することで核兵器に転用することができます。日本の核開発能力については様々な意見がありますが、日本は核兵器を開発可能なポテンシャルがある、一部の技術や原料はすでに獲得しているというのが妥当な結論ではないでしょうか。いかがでしたか?今回は日本が中国に対抗しうる様々な兵器や戦力を紹介してみました。日本がどれだけ優れた技術力を持っているかが分かってもらえたかなと思います。ただ、中国は今、台湾を手に入れるため、ものすごい勢いで軍拡を進めています。日本はというと、残念ながら、政府は、脳内お花畑モードのままで、
思うように防衛力増強ができていない状況です。台湾有事となったら、日本も他人事ではありません。そのことをちゃんと理解しているんでしょうか。日本は、技術力は一級品なんですから、一刻も早く、政府には動いてもらいたいところです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。